アニメ特別編で光が再登場するぞ。リメイクやアルセウスの発売に合わせて出番多いですね。さすがは元主人公。ちなみに特別編はどこで視聴できるんですか？Amazon プライムビデオで1月21日と28日から独占配信だ。Amazon プライムに入会して特別編神と呼ばれしアルセウスを視聴しよう。30日間の無料体験もあるから安心だぞ。なんで Amazon プライムの宣伝してるんだろ。今回は光を解説していく。まずはゲーム版お願いします。光はダイヤモンドパールで初登場した女の子主人公。名前はゲームのデフォルト名でしたね。寒い新大地方が舞台なのに黒いノースリーブにピンクのミニスカートととても薄着。こんな格好で雪の中埋まりながら歩くの強すぎる。プラチナでは赤いコートに変更された。それでもミニスカートを履き続ける。強い。珍しく身長と体重が判明していて、身長 140cm、 体重 34kg、 大体小学4年生ぐらいの平均になっている。アニメでは10歳だったからちょうどいいですね。ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールでは4種類の見た目から選べる。他の作品と同じになりましたね。さらに衣装変更も可能になり、お気に入りの服を着せることができる。おすすめはありますか？レザージャケットスタイルが人気だが、個人的にはスプリングスタイルが一押しだ。趣味が出ますね。うるせえ。ちなみに男主人公を選んだ場合バトルをすることができる。毎日マサロタウンでバトルすることができますね。2回目の手持ちは技構成も持ち物もガチガチだから注意が必要だ。平気でからやぶバトンとかしてきて驚愕でした。ここからはアニメの光を見ていこう。光はダイヤモンド&パールの主人公兼ヒロイン。シリーズでは初のサトシ以外の主人公だ。あれ、ハルカは違うんですか？ハルカはヒロインで準主人公として明記されていて、アニポケシリーズでの主人公はサトシ、ヒカリ、ゴーだけだ。歴代でも唯一の存在なんですね。見た目はゲーム版とほとんど同じだが、マフラーが短くなっている。相変わらずミニスカと。ところどころ疑惑のシーンもあるしな。ぼっちゃま目線どうなってるのやら。口癖は大丈夫だが、基本的にこのセリフを言うときは大丈夫ではない。直後に大丈夫ないって言いますもんね。光は母や子に憧れ、トップコーディネーターになるために旅に出た。旅立つ時点から明確に目標があるの主人公って感じですね。長いスランプ時期にも入ったりするが、最終的にグランドフェスティバルの決勝に進むほど成長。望みとのバトルは熱かったですね。サトシたちと別れた後は公園地方に旅立つが、ベストウィッシュで一時的に再登場。アイリスと意気投合してましたね。そこから9年ぶりに新無印で再登場。キービジュアルとか公開されてましたね。ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの発売も合わせて4回再登場している。さすが主人公、破格の扱いですね。手持ちポケモンはパートナーのポッチャマ。ポッチャマの人気って光も大きく貢献してますよね。最初期はモンスターボールの中に入っているシーンもいくつかあったが、途中からピカチュウのように常に光が抱えているのがデフォルトになっていたな。ポッチャマを常に画面に映るようにしたんですね。他にはミミロル、バチリス、マンムー、マブマラシ、トゲキス。タイプかぶりなくてバランスがいいですよね。どのポケモンもコンテストで活躍する高いポテンシャルを持っている。よく合体技を使用してましたね。さて最後に外伝作品や他メディアの光を見ていこう。ポケマスの光のバディーズはドダイトス。あれ、ポッチャマは？ポッチャマは純のバディーズとなっている。確かに純もエンペルト使ってたからイメージ合ってますね。ロールはサポートで、性能は耐久の高いタンク役。防御力に自信がある感じなんですね。そして季節限定バレンタインバージョンもある。パティシエみたいで可愛い。バディーズはまさかの魔法イップ。原作で使わないどころか世代も違う。ロールはテクニカルで全体デバフを得意としている。回復とバフもあるからサポート寄りな性能ですね。グッズ化も多くされている。ぬいぐるみとかありましたよね。基本的にはゲーム版が優先されており、フィギュア化もされている。ことぶき屋は本当にクオリティが高い。ポケモンレジェンズアルセウスには光の先祖が主人公として登場。彼女のデフォルト名は発表されてるんですか？男主人公を選んだ場合はショーとして登場するから別人になる。まあ時代が違いますからね。ちなみに神と呼ばれしアルセウスで光が着てる衣装は着物セットがブリアス。 Amazon の早期購入特典で入手ができるものだ。最後まで Amazon の宣伝だった。